おお、13個か。あ、武器間違えた。ちょっと待って、これひどいわ。これひどいわ。もう味方ビビるな本当に。ガリル持ってる。あ、新武器でしょどうせ。わわわ、もう大丈夫？撃ってるけど。いるのそこ敵？いない。弾切れしてるって。だっていや今深夜帯だからちょっとね、いろいろ来まくってる人が多いのかもしれないね。ずっとやってるよこの人ね。えそこでさ、敵殺してくれないかなこれ。ずっとやってるよあの人、怖いよ。同じチームにいないでほしいよ、怖いよ。ほらほらね、そこでさ、マジで見てみようぜ。あれあの人ハチデスもしてるって。だってほらほらねえ、今ちょっと自分では見れなかったけどさ予想見してて、ねえ、ずっとこれやってるんだってこの人。あ、ねえ、こういうの暗号稼ぎだっけ。暗号キー稼ぎとか流行んなかったっけ。それかな、なんか修正入ってできなくなったんじゃないの、知らないけど。わお、僕もびっくりだよそれは。ほらほら、まだやってるってこの人。ねえねえ、この人のせいなんじゃないのねえもはや人のせいにするけどさ、この人のせいにしていいと思うよみんな。ああ危ない危ない危ない、ちょ待て、おう味方ね。ほらあの人がキルされたって。ああ相手パーティーだ。ちょ待って、一番下見ろって。ねえ SAO 誰のことだろう。すごい陽気なお兄さんたち、深夜帯だから盛り上がってるね。どうした、ね、ゼロキル10デスの人がずっと自立で撃ってたんです。じゃもう一回やろうか。この人たちどうだろう、抜けるかな。パーティーフルパ一人だけなんかタグ違うけど、そりゃパーティーは強いわな。途中参加だったんで、ちょもう一回やろう。待てパーティーだからってそれはないわ。この人やっぱこっち来ちゃうのね。抜け出した、ね、抜け出しちゃったよね。そう放置、放置だけど撃ってるんだよ。で放置してますね。放置だけど撃ってるってどういうこと。放置は放置あるじゃん、コントローラー置けばいいじゃん。コントローラー持ってるよねこの人ね。だから負けるだろうけども、いやーちょっとまあ自分らの一番レベルが高い人に、この人がさ屈伸しながらさずっと打ってくんの何本当に。みんな外周から行く？それ。お、
バターナイスじゃん。うわあ負けるか。さすがやな、動きが違うわ。うん、マジでマジで動きが違う。敵のやっぱ敵の武器拾うのってやっぱね最初は重要じゃない、割と。回られるな多分。まあいいや、別にあの人がいなくなってもね、うん、別に大差ないっていうかまあキルストちょっとためられんのが嫌だけどな。うん、あんま敵外周使ってこない気もするけど、来るか。敵 UAV 出ちゃったね。あ、これ味方か。うん、申し訳ない。とりあえずここ取って、トロフィー置いてきちゃったな。うわー、これ負けるね。 VMP、 ウィービルか。ウィービルって弱いイメージあるな。ウィービル使ってる人ってあんまりいないよね。いや待って待って待って、近くね。たまに聞こえるこのボイチャ、なんかいいよね。まあまあまあ、回ってこない、こっちから。カバーしてくれたのかな。もう弾切れてます、それ。弾切れてます。顔出さなきゃよかったな。さすがにだからパーティーだからな、そういうの考えないと。あんまパーティーと戦ったことないからな、言うて。外周怖いな。気合い。やべ、激しい。みんな3人でやられた。いいじゃん、あの音。ロロ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 みたいな、なんかエロいじゃん。煽られてんな。VMP だね。エンジャルね、フリー。ビックリー VMP だね。煽られてんな。早い、取るのが。おお、マジすげえ。なんだろう、マンオーウォーカー使いたいな。マンオーウォーも結構好きよ。あ、変なとこないし。ナイス、来るな。ちょ待って待って、ちょっと、ちょ待って待って待って、ちょ待って待って本当にな、のそのそしちゃう。体が重たいな、なんか軽やかに動けない。あ、遅いか。あー、アップル、アップル、アップルってすごい BF の癖で出ちゃったね今。アルファ取り行こう。うおー、これ止めたかったな。味方申し訳ない。あの人さ、若干敵来たら打ち勝とうとしてるよねそれがちょっと笑っちゃうな。おお、これなんだ。あー、ちょっとこのロングレンジちょっと怖いな。今の僕じゃ打ち勝てる気がしないわ。どっちからも来るからな、これ嫌なんだよな、戦況的に。3人まではいけないわ。ダブルスコア。いやでも最後のキルあれっすかマクロのやつ。あ、ね、ちょっと、いや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 。
綺麗に頭抜いていきますな。まあ、というわけでね、お疲れ様です。え、1キルしてんだけど、ほら。これね、俺やられたから。真正面に立ったら殺されたっていうね。なんか話噛み合ってるんだけど、ボイちゃんの人と。殺されたらびっくりしたよ、俺これ。放置してる人間が一番びっくりする。なんでここに、もう俺がいるのバレてるんだろうと思って。びっくりしたよ。というわけで、まあ、楽しませてもらいましたね、今回ね。うん、久々にやってみて、陽気なお兄さんたちと。はい、というわけで、まあ成績はいいか、ここで終わりにしましょう。というわけで、ラッキーさん、チャンネル登録、コメント、評価お願いします。 I'll be back。